セカンドステージ、スタートいたしました。最初の曲はサド・ジョーンズ・メルイス・オーケストラの演奏でも大変有名になった曲で Mean What You Say をお送りいたしました。ソロリストを紹介してみましょう。ピアノ永田道博、トランペット鈴木智明、そしてテナーサックスが町山純介。どうぞ、もうセカンドステージ入りましたので、バンドのメンバーの方も、ちょっと真剣な顔されてますので、たまにはにっこりと、はい、お願いしたいと思います。お客さんもぜひメンバーになったつもりで、掛け声とかですね、手拍子とかぜひ大いに楽しんでセカンドステージはお過ごしいただきたいと思います。それではですね、次は今回は全部、先ほどトロンボンセクションにやりましたが、次がトランペットセクションをフィーチャーしています。サックスもありますので、お楽しみいただきたいと思います。それではよろしいでしょうか。はい、トランペットセクションをフィーチャーしました曲です。ゴードン・ウィットインのナンバーでバックローポリティックス。
お客様大丈夫ですよね。はい、大丈夫だと思います。はい、次はですね、なんとあそこにちょっと小高いところに、大きなものを抱えておりますベーシストをフィーチャーした曲をお送りしたいと思います。ベーシストはですね、牧野慎太郎でございます。はい、それでは牧野慎太郎をフィーチャーしましたカントベーシのナンバーでジョン・ザ・サード。
ベーシスト牧野慎太郎、ありがとうございます。ミスターベースマン、ということで、牧野慎太郎をフィーチャーしまして、カントベーシのナンバーをお送りいたしました。それではお待たせしました、再びの登場でございます。素敵な女性ボーカリスト登場いたしますので、ぜひ盛大な拍手でお迎えください。西彩子、できることをとってもとっても幸せに思っております。10年経って、
JOB の色がだんだん出てきたなって、ひっくんそう思いますか？声がね高いね。ありがとうございます。はい、早いものでボーカルナンバーラストとなります。はい、最後はねちょっと、こういう赤の石を着てきたということでちょっとスリリングなナンバーをお届けしたいと思います。ミスニックなナンバーかな。ジョン・ヘンドリックスという大好きなボーカリストがいるんですけれども、まだご存命で93歳ですね。ニューヨークの方にいらっしゃるとこの間伺いました。ジョン・ヘンドリックスが、作詞をしたというとっても、スリリングな、ね、のナンバーでお届けしたいと思います。 A Dive in Tunisia。
目にも鮮やかな赤い衣装で、大スタンダードを2曲ほど聴かさせていただきました。何を言うかと思ったら忘れてしまいましたが、皆様楽しんでいらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。もうそれが何よりでございまして、さっきもね、コンマスからちょっと静かなんで何とかしてくださいと言われて、言葉があまりなくて申し訳ございません。よろしくお願いいたします。それでは、次はですね、なんと今までトロンボン、トランペットセクション、皆さん目立ちましたが、最後ですね、サックスセクションの方に、目立っていただきたいと思います。リーダードの石田君も、一生懸命マイクの調整が、ね、余念がない。いいですか、言っちゃってよろしいでしょうか。はい、それでは、サックスセクションをフィーチャーしました曲をお送りしましょう。トム・キューブスのナンバーでオマージュ・トゥ・バット・シャック。
作成者を振り返しまして、オマールズバドシャンクを送り出しました。メンバーをもう一度紹介しておきましょう。久田康弘、竹内明子、町山康弘、違いました、あれ、はい、じゃあお名前何でしたっけ。俊介さん、俊介さんです。すみません、先ほどの打ち合わせがちょっとおかしかったです、はい。でもう一人のテナーサックスは佐藤拓海。そして、バリトンサックス大石健二。シャンクっていうアルトサックスプレイヤーがいたんですけど、まあ、その人への、ね、オマージュということで、やりましたですね、気持ちよかったですよ、はい、自分がそんなこと言っちゃいけない、はい、ということで、楽しく過ごしてまいりました、JOB10 周年記念コンサート、残念ながらと言いますか、いよいよと言いますか、最後の曲になってしまいました。ラストソングです。ラストソングはですね、さすがバンドリーダーがですね、ドラマーだけにバディリッチですね、バディリッチ楽団のナンバーをお送りするわけですが、演奏する前にソロリストだけ紹介しときますかね、はい、はい、その方がいいと思います、はい、テナーサックス佐藤拓海、バリトンサックス大石健二、トロンボーン小林純、最後はドラムスのフリーソロがあります岡部純。皆様の騒ぎによっては10分でも20分でも叩きそうな感じがありますが、適当にお願いいたします。それでは、大変残念ですが最後の曲になってしまいました。それではご紹介いたしましょう。バディリッチのナンバーで、ダンシングメン。
にコンサートをおいでいただきましてありがとうございました。これからも JOB 一生懸命、活動を続けてまいりますので、皆さんご支援よろしくお願いいたします。ジャズオーケストラブライトです。 JOB のでした。JOB 代表岡部純です。どうぞよろしくお願いします。本日は、10周年のこの記念コンサートに本当に多くのお客様をお越しいただきましてありがとうございます。私ども結成が2006年の6月6日、全くオーメンと一緒、オーメンでした。そんな時に2006年6月、本当に何もないところから始めまして、私どものメンバーは本当にアルトサックスの石田君、それからトロンボーンの杉浦君、トランペットの井上陽介君、それからベースの牧野君、それからボーカルの西さん、そして私と、その発足当時のメンバーはそのメンバーです。で最近は、いろんな方がこう加入していただきまして、特に今年は新しい方が加入していただきまして、高校1年生の2人、そして新卒の方とか、本当に年齢層が若くなりまして、私も、平均年齢を上げてたんですけど、ここに来てちょっと下がってですね、私事を申しますと、今年64です。で、来年65ですから、敬老パス。そして、もう55からはですね、イオンの GG カードですね。BB じゃないですよ、GG ですからね。 BB ったら怒られちゃうんです、GG カード、それから、60歳の特割 1ヶ月定期券3ヶ月定期券1万円というのがありまして、バス乗り放題、そういう特典がこの年になるとですねあるんですけど、まあそんなことはいいんですけど、綾小路きみまろ、ご存知ですよね。あの人があれから40年、私たちあれから10年ってね、まあいいんですけど、まあ、とにかくこの年になってきますと、忘れたことを、何を忘れたか忘れるというね、何だったかわからないぐらいの年になってきて、ということは言っちゃいけないというのが本当のことです。青春とはという言葉がありましてね、これがマッカーサー司令官が日本へこう来た時に机の上にその青春とはという、 こう文章をですね、英語版ですけど載せていて、それを日本語版に直したのがありましたけど、これはもうとにかく自分は年取ったとか老いたとか言っちゃいけないと、いつまでも自分は若くあるという、そう言って思えば年を取らないというような、まあ、簡単に言えばですよ、もっと深い意味があるんですけど、そういうものがありましたけど、
まあ、とにかく10周年経ちまして、ここが一つの節目です。本日は本当にこの会場を提供していただきましたダイヤモンドホール様、そしてダイヤモンドホールのスタッフの坂田様、そして野坂様、本当にありがとうございました。それから、今日プログラムありますけれども、その原稿は私が作ったんですよ。私が作ったんですけど、印刷はウェローンという井上君の会社で印刷していただきました。安く金額はないし、そしてこのメンバーを支えてくださったご家族の皆さんですね、そしてからメンバーの方々に感謝したいと思います。ありがとうございました。あまり喋ると予定時間が過ぎてしまいますので、アンコールですね。催促するように、練習してきたもんですから、ちょっとやらないとやっぱりいないかなと思って申し訳ないんですけど、こういう人間です。2曲今日1曲は、ボーカルの西彩子をフューチャーしまして、 It Don't Mean a Thing、 そして、私どものバンドだけで、ゴードン・グッドウィンのジャズポリスをお送りします。これもジャズポリスは先ほど MC の鈴木さんから話がありましたように、設立当初からずっと演奏してきて、一番回数の多かった演奏ライブでですね、回数の多かった曲です。どうぞお聴きください。
10周年記念コンサートにお聞いただきまして誠にありがとうございました。今後の土曜日、どうぞご支援いただきたいと思います。それではこのコンサートを以上をもちまして終了させていただきます。もう一度紹介いたしましょう。 1,2,3,4,5,6,7,8